はい、アメシャワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、カスタムドレスアップの特集で、ラバーディップという名前の特殊なペイントを、特殊な塗料を使ったカスタムについて取材します。で、取材するのはこちらの車両になります。で、こちらの車両ですが、2019年モデルのシボレーカマロ LT 2.2リッターの直四ターボを搭載した、正規入車ですね。で、この車両ですね、シボレー埼玉南ブブ埼玉の、試乗車になります。で、こちらの試乗車にですね、ラバーディップを施工するんですが、現状フルノーマルのレッドで、これをですね、まずボンネットで、次にルーフで、さらにはこちらホイールは4本ですね、これをマットブラック、艶消しのブラックの、ラバーディップで、塗装します。で、このカスタムの様子を撮影するとともに、このラバーディップっていう商品の魅力をちょっと今回伝えればなと思います。はい、それではですね、本日こちらのカマロにラバーディップを施工していただくブブー光岡の浦和サービスセンターの、富岡さんにですね、このラバーディップっていうのがそもそもどういったものなのか、簡単にご説明していただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、本日、このカマロのボンネット、ルーフ、ホイールを、ラバーディップで塗装してもらうんですが、このラバーディップが普通の、 塗装ペイントと違うところをちょっとご説明いただけますでしょうか。はい、ラバーディップが普通のペイントと違うのはやっぱり塗って剥がせるっていうのが、はい、一番のポイントだと思います。で、普通の塗装で塗ってしまうと、やっぱり後で、元に戻すことができないっていうのがありますので、それがラバーディップだと、剥がすことで元の色に戻せるっていうのが、特徴になります。で、あと今回はホイールも塗っていただくんですよね。はい。で、こちらホイールなんですが、これは4本塗るんですけど、タイヤを取り外したりする必要があるんですか？取り外す必要はありません。このままマスキングをして塗れるんですかね？そうですね。ただホイール自体は、車体から1回外す必要がありますので。あ、じゃあタイヤホイールは車体から外して塗るわけですね。はい、はい、で、今回ですね、タイヤホイール4本、タイヤは塗らない、ホイール4本とボンネット、ルーフをラバーディップで、ペイントするんですが、だいたい所要時間的にはどのぐらいかかるんでしょう？ボンネットとルーフを、一つの工程で、ホイールは、また、ボディが終わってからってなりますので、1日から2日ぐらいとは、2日間ぐらい塗るだけで、下処理と塗るだけで1日から2日ぐらいはかかります。あとその他は乾燥等々でまた時間が必要になります。例えば車両持ち込みでこちらのラバーディップで同じようなカスタムをお願いする場合、車両どれぐらいお預けすればよろしいんでしょう？今回の場合は部分的に塗るっていう形になりますので、はい、オールペイントで色替えとか、あとどこまで塗るかにもよりまして、お預かりする期間は、様々なんですけど、この、部分的に塗ってっていう形ですと、10日から2週間ほどは、いただいております。ボンネット、ルーフ、ホイール4本を施工するとして、マックス2週間ぐらいっていうことですね。はいはい、じゃあちょっとですね、このラバーディップが通常の塗料ペイント、一般的なカスタムペイントと違うところ、どういうところが違うのかをちょっと教えてください。はい、今サンプルで塗ったのがありますので、そちらちょっと、ご案内させてもらおうかなと思ってます。今こちらサンプルで、デモで塗ってるものなんですが、外側あるツヤのある部分というのが、ベースを塗って、さらに、プレミアムトップコートという、クリアを塗っている状態のものになりまして、もうパッと見は普通の、塗装、水性とか、溶剤とかを含めた塗装と、ほとんど変わりはありません。で、ここも、
同じように磨くことができますので、作業的にはほとんど変わらないんですね。で、中側が艶消しの、ものになります。これ、まあ、ちょっと先にこれ子供用のゴーカートか何かです。こちらは三つ岡の MC1 っていうあのマイクロカーのボディになります。あ、実際のボディなんですね。実際のボディになります。はい。で、これまずじゃあここもラバーディップっていうことですか。はい。あのベースの元々の FRP じゃなくて、はい、これ塗ってあるんですね。塗ってあります。でこれもラバーディップ、はい、でこれも、はい、で見るともう全然これ質感肌触りも違うんですが、はい、これがコーティングトップコートがしてあるラバーディップで、こちらはコーティングしてないラバーディップですね。ははこちらコーティングしてある方に関して言うと、はい、見た目はもう普通のペイント、これなんかだとあの、メタリックのペイントと何ら違わないように見えるんですが、はいはい、見た目はじゃあほとんど一緒っていうことですね。ほとんど一緒ですね。ただコーティングしないとも明らかに違う、もう肌触りも違いますし、はいはい、まあで、ラバーディップのじゃあ最大の特徴、まあ剥がせる、はい、っていうことなんですが、これどういうことなんでしょう。普通の塗装の場合は、ボディに足付けをして食いつかせるっていう形で、はい、剥がれないようにするのが普通の塗装なんですけど、こちらのラバーディップは、ボディに対して何か下処理をするわけではなく、ゴム状のものを、吸着させるっていうものですので、剥がすことができるんですね。ただあの普通に通常に、お乗りいただいているときに自然と剥がれてきちゃうとかっていう、そういうものではありませんので大丈夫です。つまりこれ今あの綺麗にオールペンされてますけど、はい、剥がそうと思えばこれ剥がすことができる、はい、あのペーパーとかで、落とさなくても、はい、剥がせられるっていうことです。シールを剥がすような感覚で剥がせます。はあ、はあ、まあ綺麗に塗れてるんで、はい、ちょっと申し訳ないんですけど、どこかこれ剥がしたりできますか。じゃあの前のところ、はい、ここいいですか。ちょっと分かりやすいところであればどこでも、あの全部剥がす必要はないんで、じゃあこちらの、こちらのクリアのトップコートを塗ってる後にこの、ベースの、茶色いところを塗ってますので、ここは、はい、剥がすことができます。ああこういう形で、はいはい、大丈夫です。ちょっと止めてもらえますか。はい、あ、なんでしょう、なんかこうサロンパスみたいな、サロンパスっていうと語弊があるんですけど、普通のバイナルみたい、ステッカーみたいな感じで、はい、ビニールステッカーみたいな感じで剥がせるんですね。これ気に入らなければ剥がせると、はい、あ、これはすごいですね。はい、でこちらのミニカーマイクロカー、まあ、実際の車の本当ミニチュアみたいなんですが、これラバーディップ、はい、これもラバーディップ、はい、これもラバーディップ、はい、でこれってあの例えばなんですが、はい、普通の車のカスタムペイントの場合、はい、あ、 GT ラインも飽きちゃったなと思っても GT ラインだけ取ったりはできないじゃないですか、はい、まあ、ここの部分にボディと同じ色を乗っけるとか、もうオールペン塗り替えたりすることになるんですが、はい、ラバーディップの場合ってもしかしてこの GT ラインとかだけ気にならないから取っちゃえとかができるわけです。できます。あ、そうなんですね、はい、まあ、これあのすごい綺麗に完成してるのでちょっと申し訳ないんで、あの今日はやっていただかなくてもいいんですが、じゃあこれもペリペリペリっと、はい、先ほどと同じような形で取れますね。あ、で、こちらの場合は先にこのベースとなるところトップコートの上に再度このラインだけを塗ってますので、はい、剥がすときも別々に剥がれてきますので、外だけ剥がすことは可能です。あ、じゃ あ, あのこの GT ライン風になってるこのグリーンの下にベースカラーがもう塗れてるわけですね、はい、でその上からこれを塗ってる、はい、あ、じゃあこういうやり方をすればあのその上にいろんな模様を、まあ、GT ラインだったりとかフレームスだったりとか入れても、はい、最終的に取ろうと思えばそれだけ取ることもできるということですね。あ、これ面白いですね。はい、でこちらのですねラバーディップなんですが、はい、まあ、一番気になるところ料金ですね、まあ、例えばその車種だったりとか、はい、
そのどこまでやるかによっても違ってくると思うんですが、料金的にはどんな感じになるんでしょう。そうですね、まあ、今おっしゃったように、塗る箇所とか、例えばオールペン色替え、はい、透明だけのプロテクションフィルム等々で、はい、金額大きく変わってきますので、料金法の方がホームページの方にありますので、それを参考にしていただいて、詳細は浦和工場の方にご相談いただければと思います。こちらの例えばなんですが、はい、通常のオールペンなんかよりも、はい、金額的には安くなったりするんですかね。塗料で塗るオールペンよりは、若干安い価格設定になっています。まあ、もちろん、使う色とかによって、はい、もしかしたら、普通のオールペンを超えてしまうかもしれないんですけど、はい、まあ、剥がせるっていうメリットもありますので、はいはい、この辺はご相談いただければと思います。はい、であとですね、もう一個気になるのは、はい、そのラッピングバイナルグラフィックとか あのラッピングなんかでもそうなんですが、これ その耐用年数というか、はい、どのぐらい持つもんなんでしょう。明確に何年とかっていうのは、まあ、まだ、始めて間もない事業なものなので、はい、20年30年っていうデータはないんですが、はい、少なくとも3年から5年ぐらいは、もちろん保管場所とか手入れ次第にもよりますけど耐久性はあると思っております。はい、まあ、あの野ざらしで風にさらされてる保管と、はいはい、あのガレージとか屋根下保管だと、はい、まあ、変わってくると思うんですが、はい、まあ、少なくとも半年や1年で剥がれるようなものじゃない、はい、っていうことですね。それは大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、であともう一つですね、色ですね。はい、まあ、あのこちらのサンプル、マイクロカーの方は結構渋いグリーンとかゴールドなんですが、このラバーディップって何色ぐらいあるんでしょう。現在ですと、これぐらいの、色の数がございます。これはもうラインナップしてるんですね。はい、まあ、随時新色とかも、出てますので、はい、お問い合わせいただければご案内できると思います。で、この別々の色を組み合わせたりとか、はい、っていうことも可能ですので、はい、お好み合わせてと。ネオンとか、はい、すごい明るい色から渋い色から結構いろいろありますね。はい、これ色によって値段変わったりするんですか。値段が変わってきます、ね、やっぱり色によっては多少違うと、はい、メタリックが入っているものとか、はい、あとネオンカラーとかですとやっぱり、材料代がちょっと割高になりますので料金の方が変わってきます。あ、蛍光カラーだと少し高め、はい、まあ、ソリッドっぽいのだともっと安かったりするわけです。はい、あ、なるほど。じゃあ、まあ、その辺も含めて詳細は浦和サービスセンターの方に問い合わせてもらえれば OK ということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、いよいよ実際にこのカマロにラバーディップを施工していただくんですが、今回あの実際に施工を担当してくださるのは浦和サービスセンターの木村さんになります。よろしくお願いします。お願いします。で、木村さんにちょっとお伺いしたいんですが、まずこの後の作業の工程順番としてはどういった形になるんでしょう。そうですね、これはデモカーなので、はい、一応もう洗車も、はい、鉄粉取りも終わってるんですけど、はい、一般の車だと、はい、本当は洗車をして、はい、下処理をして脱脂をして綺麗にした状態にして、その上に施工していきます。まあ、2019年モデルのショップのデモカー試乗車でもともとめちゃめちゃ綺麗なんで、まあ、これはそんなにやることがない、はい、これはやることはないです。まあ、でもお客さんによってはそのみんながみんな新車を持ち込まれるわけじゃないんで、まあ、その場合はいろいろ車両ごとに下地処理が、前処理が必要になってくるということですね。はいはい、じゃあまずこれまあ綺麗な状態としてここからどういった順番で施工していくんでしょう。そうですね、もうすぐマスキングから入ります。マスキングをしてブースに入れてもうすぐ塗装に入っていきます。あ、じゃあもうあの余分なところマスキングして塗装ブースに入れて塗装開始ってことですね。はい、じゃあまずそのマスキングから見せてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
と車のですねマスキングが終わって、まあ、これからいよいよ塗装に入ってもらうんですが、ラバーディップが通常の、まあ、一般的なペイントと何か違うことってございますか、その実際に石膏を塗るときに。そうですね、あのラバーディップだと厚みを持たせるのが一番重要になってくるので、はい、その普通の塗料ではその薄く塗ってきれいに仕上げることができるんですけど、はい、ラバーディップではその厚く塗っていくので、そこをその気をつけて塗っていかないと肌が荒れてしまうので、そこを気をつけて塗っていきます。厚みを持たせるというのは要するに剥がしやすくするという意味ですかね。で、塗料自体やっぱ通常の塗料とは少し違ったりするんですか。少し粘度が高めなので、うん、違いますね。吹く時もそれなりにその独特のスキルというか、ラバーディップならではの塗り方がある感じですかね。そうですね、はい。なるほど、かしこまりました。じゃあ実際に塗ってるところを撮影させてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、実際に塗るラバーディップの塗料なんですが、まあ、この辺がラバーディップの専用管になるんですが、これ見た目というか管に塗料が入っているの自体は普通の、日本ペイントとかロックペイントの塗料とか一緒ですね、基本は。はい、じゃあお願いいたします。カスタム、いよいよ車両が完成しました。こちらですね、まあ、撮影の都合もあって撮影から 2,3 日経ってるんですが、1個ずつ見ていきたいと思います。はい、今回ですねラバーディップをペイントしたのがまずこちらボンネットフードになります。でこちらですね、まあ、車種ボディサイズとかボンネットの形状によって多少金額は変わりますし、またカラーによっても金額は変わるんですが、こちらのカマロで81,000円、すごいクオリティ高いですね。でブラックに表面のコーティングがしてあるんですが、まあ、パッと見た感じも普通のペイントと変わらない。でただまあちょっと何でしょうね、少し革を張ったようなそんなマテリアル質感もありますね。はい、で次ですがこちらトップルーフですね。ルーフ全体同じボディ、フロントボンネット、ボンネットフードと同じカラーで塗ってるんですが、まあ、こちらのアンテナも一緒に塗ってあるんですが、まあ、こちらも本当に綺麗、もう普通にペイントという感じですね。まあバイナルグラフィックス、ラッピングとかでもこんな感じにはできるんですが、ただやっぱりペイントならではもう綺麗に隙間まで入ってますし、まあこれは本当に綺麗にできてます。
でこのルーフやっぱボンネットと一緒で、サイズだったりとか、まあ、形状によって多少値段の、違いはあるんですが9万円からでこのカマロは9万円だそうです。でまあ、あの塗料の価格の違いだったりとかサイズの違いによって価格は変わりますんでその辺は直接ブブの浦和サービスセンターに問い合わせてください。はい、で最後ですね、ホイール、こちら今回はあのホイール4本ともボンネットルーフと同じブラックで塗装してコーティングしてるんですがこのホイールももう最初からブラックホイールだったんじゃないかっていうぐらい綺麗になってます。でこちらのホイールですね、表側のみディスクとアウターリム、まああのこちらの中の方も黒くはなってるんですが裏側は塗ってません。でこちらのですね表面のみの塗装の場合1本2万7000円からで、なんで今回4本当然塗ってますんで、4本で10万8000円、まあ、それなりの金額ですけど、まあ、ここまでクオリティ高いんだったら悪くないかなと思います。でこちらはまああの 1LE みたいな、スパルタンな外観にするっていうことでブラックに塗装してるんですが、まあ、こちらホイールはいろんなカラーでペイントするのも面白いかもしれないですね。でただホイールをですねラバーディップでカスタムする場合の注意点、こちらのペイントなんですがコーティングがかかってるんで飛び石だったりとか、まあ、走ってたりするぐらいは平気なんですが、タイヤ交換する際にタイヤチェンジャーにかけちゃうと端っこの方がうっかり傷ついたりすることがあるそうです。なんでホイールにラバーディップを、塗装する場合にはまあタイヤ交換をしてからもしくはしばらくタイヤ交換する予定のない時にペイントするのがおすすめです。でないと1年後にタイヤ変えようって言った時に、タイヤ交換する際にうっかりちょっと傷ついちゃったとか言うとちょっとシャレにならないんで、まあ、そこだけ注意していただければと思います。はい、今回のですねラバーディップカスタム、こちらのシボレー埼玉南のデモカー試乗車の2019年型シボレーカマロ LTRS をベースに施工してるんですが施工料金はボンネット、ルーフ、ホイール4本で30万円弱、28万円ちょっとですね。で決して安い金額ではないですが、まあ、この20インチクラスのタイヤホイールホイール変えるだけで30万円ぐらいはすぐかかっちゃいますし、まあ、これだけ印象が変わるんであればかなりいいなっていうのが正直な感想で、特に現行カマロの場合グリルがブラックアウトされてますんで、まあ、このフロントグリルの黒とボンネットルーフが綺麗に流れる感じですごいいいですね。でちょっと前の 1LE なんかもそうなんですが、まあこちらのですね、レッドのカラーにもすごい合ってますし、まあ、途端にレーシンな感じになってこれいいですね。はい、で最後こちらのですねラバーディップの一番のセールスポイント、気に入らなければ剥げますよと、こちらですね、カラー見本用の、まあ、プラスチックの何でしょうね、ちょっとしたミニチュアモデルみたいなものなんですが、これあのこちらのカマロを施工する際にお試しで分かりやすいグリーンで同じラバーディップで塗装していただいてます。でこれちょっと剥いでみますん でこちらを剥ぐ感じと同じように、こちらのボンネットとかルーフも剥げます。じゃあちょっとマイクを置いて撮ってみますね。はい、でこちらラバーディップ、まあ、こちらのボンネットと同じなんですがすごい綺麗に塗れてます。で最初からこの色だったかのように塗れてるんですが、こちらですね、こんな感じで分かりますかね、ゴムみたいなんですがビーッと綺麗に剥げます。でこうちぎれたりせずにこんだけ綺麗に簡単に剥がれるんですが、これまああのミニチュアなんで簡単に見えるかもしれないですけどこんな感じ、まあ、ゴムみたいな感じなんですけど、これ塗装を見る限りはとてもこんな感じは見えません。でこれと同じようにこのボディの
ボンネットもルーフもホイールも剥げます。でこういった塗装は一般のペイントじゃ到底無理なんで、まあ、これラバーディップならではの、セールスポイントですね。でこちらぜひ体験してみてほしいですね。はい。